いいとこ知り合ったわ、ここ場所。この場所が僕を呼んだんじゃないかと思うぐらい。こういう生活を今、人生の中で経験してなかったら、僕は一生の不覚だったのに。いや、今幸せな。もう一番言えるのはこう平和だもん。この平和はね、何よりも物がなく不便で、食べ物なくても、まあ水を不便しながらでも、この平和っちゅうのには帰れんね。争いがないだろ、何にも。なぜ口つけてる嫌かじゃないと、潔癖症じゃないんだよ。変に病気うつったらいかんから。本人は病気持ってないと思うけどさ、人にないものを持ってる場合が多いあるからね。だからうがいがそうなんです。来た人に対して、病気がうんぬんだから、風邪持ってて、他の病気持ってるのが嫌で言うんじゃなくてさ、もう自分が。そういう、それこそこういう孤島で生活をしてて、なんだろう、病気になった時とか、もう本当どういうことが起こるかわからないじゃないですか、だ怪我かとらかね。病気にね、あ、うっかりしたうがいするの忘れたな。病気にならんようにしとく方がいいさ。もちろだん。から薬はない方がいい。薬あると薬に頼るさね。ああ、絶対絶対。だから風邪ひいたら、あ、後で風邪薬飲んどきゃいいわとかさ。だからちょっと痛んだような食べ物を食べて、後でまあ清涼丸とか飲んどきゃいいっていうのはね、薬に頼ったらいかんね。その前に用心しとけば大丈夫。全然病原菌ないさね。無菌状態、僕の体はね。だから赤ちゃんのお母さんのお腹の中の赤ちゃんと一緒でね。もうだから人が来たりしたら、まず帰ってあとはすぐここ目の前の海水でうがいするわけ。これは効くね、うがいは。だから買い物に行って、もうここの水を汲み置きして、汲んだやつを持って行って、帰りの船に出る時にうがいして帰ってくんだよ。いや、向こうの水はもうとてもうがいする気にならないもん。なるほどね。そしたらね、それを2回ぐらい忘れたこと言って、この持っていくのをね、忘れた時あったんだわ。てきめん、なんか風邪かなんかを受けてるわ。本当に。だから今もうがいしないかん。これ今思い出したからうがいしないかじゃあ、お返しに行きましょうか。ん。 どんな海水がそういう作用があるなんて、ここで知ったんだもんね。でもおばあちゃんとか言いません？風邪ひかないように食塩入れて、食塩水作ってうがいしようなんて、うちのおばあちゃんも言ってましたけどね。ああ、知らない。知らない、本当。ことはもう、どんどん先にやっとかんとね。後で追っかけてもダメだな、自然界はね。その面は、それは都会で住んでるのと全然生き方が違うね。でも都会でも多分思ったことはすぐやるようにした方がいいんだけいいどんね。だと思う。なかなかできないけど。ほんと、物を大事にするのは間違いなく大事にするようになってきたね。自分でも、これケチになったんじゃないかと思うぐらい大事にするね。こちらにハブがいるって伺ったんです。ハブ、噛まれたことありますか？噛まれたら終わりさ。噛まれたら病院に行けんじゃない。どうして行こう、ここは病院に。今まで見たことあります。見たことあるよ。テントの中に一回入ってきてるから。そういうことはもう一応頭に入って、ここに住んでたんだけどさ、よう考えたらね、ハブは決して向こうから襲ってこない。あ、そうなの。自分の生きるためとか、なんかね、その危害を加える、まあ、蚊が血を吸う、これ子孫を繁栄のためとかね。から何でもさ、それ以外にこいつ痛めてつけだろうっていうような生き物は一つもおらんね。人間だよ、自分の欲得のために動くのは。人間だけじゃないから、人間の自分の欲だけね。だからここはそれが一切ないからね。すごい。あ、ここがあれだ、住みどころだ。これ何個もテントがあるのは何でなんですか？あれ、この小屋作る前は台風の時にこれ畳んでね、大きい台風来たら、あそこでも寝とってじっとしてさ、ちょっとあれ傷んできたからさ、今小屋ができたからね、小屋に。これすごいですよね、自分で撮ったんですか？僕は奥さんと一緒に。
あ、そうなんだ、すごい。まあ、青木さん、あれですね、やっぱり大親友なんですか？ん？青木さんは親友みたいな感じなんですか？僕らの一番の親友だろうね。あ、そうなんだ。あ、ここが炊事場ですか？そう。すごい。あ、ここで、あ、そっか、ここで火が焚けるようになってるんだ。うん、来た当初ね、1年か2年ぐらいやっぱりあのカラスで荒らされ回ったこうね、まあ、カラスも生きるためにね食べ物取りに来るんだけどさ、そのためにこれもカラス来るようにねしてるさ。あ、食べ物ね、うん、だからそこもそれも物を置いてね、そこを牛がカラス来るんだろ。あ、そうかそうか、なるほどね。みんなそれぞれ意味あるんだよ、この中でやってる。うん、これはもちろん雨に濡れんようにしとかんとね、うん、ここも、ここの中も薪があるけどね、うん、これ浮かって手付のハブがおるからさ、見てね、薪は海岸の掃除するときにいっぱい流れてくるから。あ、本当だ、管理者してて。あ、流木だ。生活してみて分かったからどんどん。そうそうそう、システムだからね、最初の頃は嫌なこと、辛いこと、困ったこと、いろいろ悩んだことあったけどね、うん、今はむしろ困ったこととか辛いことがあった方が僕はいいわ、それを乗り越えるから。なるほど。で、乗り越えた結果が今こうなってるんだけどね、で今はむしろ試練を受けた方が僕はそのなんていう勉強の場が増えていいね。でここにね、あら、これはなんだ、米だ、米だ。来た当初この袋のまま置いてたんだわ、うん、ネズミにやられてね、瓶ならネズミかじらんからそんで瓶に入れた。で瓶入れたら作ったのはいいけどさ、こんな蓋がね、蓋のとこ食いちぎる。でもネズミ入ってこれないじゃん。だからアリが入ってくるさ、ね、アリ入ってくるんだ、うん、だからああして上したら大丈夫さ。うん、それでもネズミが心配だから、あの板切れを上に置くとかね。みんなそうだよな、もこもこはその時動くわけさ。じゃああれなんですね、本当に20年間以上ここにずっと生活してて、特に毎日会社に行かなきゃいけないわけじゃなくても毎日忙しいんですね。忙しい、ね、本当に忙しい。うん、天気に合わせながらね。現代社会の中でこれは便利だとこれはあってよかったとか今でも思うものないですか？あ、それはライターだ。ライター、これはね、これほど便利なもんないね。これはね、もう使うたんびに感謝してるよ、文明の力としてね。なるほど。その現代社会で3つ悪いこと、最悪なことを挙げるとしたら何ですか？宗教と資本主義。金と祈りが世界を壊してる。世界を祈りで世界が平和になったかね。戦争が雨降ったら何するっていうことをいろいろそのこうメモ用紙書いてる。それは何ですか？ん？これはその何をするかをさ書いておくわけ。あ、そんな予定表まであるんだ。予定表作るわけで、夜ね、明日何しようかってね。毎日？うん。そうしないやり忘れはダメだ、ここは。やり忘れたことは命取りになる。うん、確かに。全部もう思いついたの書いておくわけ。この島に誰か、例えばホテルのリゾートとかがホテルを建てたりとか、何か工場とかが建てられてしまったらどうしますか？それはないだろう、多分そういうことは。ありえないよね。それも命がけで守るね、ここ。そういうことないよね。どれぐらい来るものなんですか？年のうちね。うん、まあ、てか台風のシーズンってここって。大体9月、10月の台風が一番強いわ。一番大きいの来たらもう葉っぱが一枚ないよ、これ。本当ですか？僕は福岡で台風も何度も味わったけど、あんな台風を一番、向こうの福岡で受けた一番強い台風がここで一番弱い台風と思うとき。本当に。あれがね、言ってるだろう。ん？どこだ？これね。こう言ってるだろう。あれがこう来てるだろう。あれとテントの中で引っ張ってるわけだ。うん、で、ここで7、8年前ぐらいから、あのラジオの AM がさ、FM に変わったんですよ。うん、FM に変わってるけど、ここは電波受けにくいからさ、そしたらこうして電波探すわけさ、ね、針金で、ね、針金でね、針金で電波って拾えるもんなんですか？それの線ですね、針金でね。そう、それで引っ張って、テントなんか持って、きれいに入るわ。本当に、うん、そういう知恵とかってどこで学んだんですか？だからそれも、今言ったようにその困ったことをね、どうしようかと考えてさ、それで考えるわ。やってみるんだ。やってみる。で、そしたらラジオついたんだ。で、これも場所によってね、もう台風でまたずれるさ、これがね。うんうん。そしたらまだ方向変えないかんだろ。
はい、うん、これも今来ちゃったら入ってるからさ、これいいです。これも台風来たらまたずれるからね、うん。この広い自然がいっぱいの島にお一人でお住まいになられて、時、まあ、すごい綺麗な自然だと思うんですけど、寂しいと思う時ありますか？悲しいとか寂しい。また一番くだらない質問だ。それこそくだらない質問だね。寂しいとか退屈なんで、ある僕の生活見ててあるわけないやない、前することいっぱいあってね。悲しい時もないですか？悲しい時もないですか？悲しいなんてこと起こるはずがないじゃない、ここじゃ。ただ鳥が死んだ、なんかの襲われて死んだのを見て、ああかわいそうにという気持ちが出るぐらいでさ、あならそんなのないわ。そんなもんで浸っとったら生きていけんわ。要するにそういうロマンチストな気持ちになったらね、もっと現実的だよ。そのいくら平和だちゅうでも、その中にはね、現実のだから自然に従って完全に自然に服従して生きてるんだから。そうだ、ここが僕を呼んだっていう感じだね。幸せですか、じゃあ今。幸せだよ、最高だよ今。ああ、特に誰も来んかったわね。やってきちゃった、すいません。女性はお好きですか？うん、好きは好きだよ、いいよ、女性はいいよ。それもちょっとここに合わん質問だね。そんなくだらん話するな。まあ福岡で写真化して、写真に、かなり親父がかなり有名な写真家だったんだけど、それの長男だからつい感化されてね、うん、かなり有名したよ。写真をやめるきっかけ、僕らはっきり言ってるんだ。これ今度の8月9日が長崎の原爆記念日だろ。あの日に合わせてね、写真をブラーッとカメラと材料を握ってさ、手でブラーッとするんだ。あまり強い石はないけど、なんか写真を撮ろうかと思って来たんだわ。みんなしてね、お祈りしてるじゃない。あの経験な祈りを見てね、撮ったが一番僕記念だった、押せなかった。カメラの目にならんと行動写真が撮れないよね。人間性が強すぎるわけだ、ここなんだね。そういう意味では写真は撮れないから、もう一切そこから写真やめたね。日本ってすごい、世界で見ても自殺がすごい多い。何が多い？自殺、はい、自殺が多い国だと思うんですけども、うん、あのここの島に来る前に長崎さん一度でも自殺したいと思った時はありますか？ないね、それは。うん、自殺しよう、うん、かなり前向きだよ、ずっと今まで人生は。だから前向きだからいい、その僕の環境に合うような場所がないかと思って、あちこち探して、あとは前向きだよ。だからここに来たのも前向きだろ。だからその自殺ないね。いろいろあったね。僕は博多に帰ってくる時に飛行機で遊びに行った時に、ね、その時に瀬戸内海の上空にね、飛行機ね、で下見たらね、絵の具を巻き散らして、もう今から50年ぐらい前だよ。もうその頃も早もう瀬戸内海がもう帯になって、色がついたら、ね、そんだけ飛行機を落ちるのが落ちたわけ。こんな瀬戸内海はもうダメになるから、だからそういう具合で、もうその頃からもう日本がこれは危なくなるなっていうのは感じて、それが影響してた時間の経験で、自分の生き様も変わってきたね。変わってきたなぁ。それであちこち動いた、その今考えればそのあちこち動いたっていうのは、こういうその平和な生き方できる場所を探してたみたいなね、感じだ、今思えばね。長崎さんがここにいるっていうのは、無人島がお好きなのからいるのか、それとも一人になれる場所がだからここがお好きなのか。さて、また質問だね。
偶然ここの島にたどり着いたって言った方が正解かな。それが正解だってなったわけだね。うん、よかったわ。もうあとどっかいいとこあるって言われてもいかんね。ここから離れないね。いやー、ここだけでいい。これでもう十分すぎる。僕にはもったいないよ、この自然は。本当素晴らしい自然。じゃあここだけは僕はもう生きてるうちはもうどんなことあっても支持する、守ろう。これ食害。これはね、今潮がこんな高いだろ。うん。これは年にその浜降りの頃はね、もう完全に引いてしまうから、ここまで潮は。取れた。美味しそう。それまあ小さい方だもん。え？小さい方。小さい方？うん。普通はそんなに取らないもん。それ以上、それ以上大きくならないとダメ。取らない。あれ島バナナね。見えかな？あ、見える。バナナ？なってる？うん、なってる。なってるだろ？うん。高枝切りバサミとかあったら取れそうな距離だけど。ああ。降りておいで。はーい。あ、いけそうだけどな、ここ使ってったら。危ないかな。やめときて。本当？なんか私行ける気がするんですけど、やめた方が。ダメや。え？やめてこいて。怪我でもされたら迷惑だ。岩ガキ？岩ガキ。これ海水で薄いで。食べれる？食べたい。もう超すごい。岩ガキめっちゃちっちゃい。はい。それちょっと食べさせて口入れたで。これカキだ。カキダメ。カキダメ。なんで？アレルギー。あ、そう。あ、超うまい。わあ。わあ、海食べてるみたい。あ、すっごい。これはめちゃめちゃうまいっすね。うん、貝がダメってことは女もダメかな。ハハ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 ハ。殺さすさ、いっぱい叩いたりしないですか。まだするさ。あ、まだする。これも蚊叩かんようになりゃ本物だろうね。あ、なるほど。これはやっぱり怪異から殺すね。あ、これはまだ人間できてないってこと。あ、物になりゃ本物かもしれない。まあそこもそれは無理だろうね。なんか命を食べてる感じがしますよね。だから ありがたいというか。僕はそれ以上にごめんなさいだもんね。そうか。でもずっと人間の歴史っていうか、まあ、人間だけじゃなくて動物の歴史の中でも食べ合って生きてきたのが自然の摂理だから、やっぱりだからそれは人間のね、うん、勝手な言い分でね、うん、天から恵み物と言うけどさ、うん、生きてるその人間以外のものから考えたら、それは草花でも何でもさ、うん、一生懸命子孫を増やそうと思って生きてるわけだ、うん、それを理由、いい加減の人間が理由つけて天然恵みだとか言うてるけどね、うん、だからそれがちょっと講じてきて、さっきも話したように平和に対する考え方でね、ちょっと考えるようになってきたわけ、うん、その例えば食べ物、他の貝を食べたりとかするときはやっぱりその申し訳ない気持ちっていうのは、そりゃそうだ。それ5、6年ぐらい前からそういう気持ちになってきたね。なってきたというか、もう自然のこの環境で僕はいつの間にかこういう人間になってきたね。しかし問題だけどね、魚釣り今しなくなったんだよ。あ、そうなんですか。魚に悪いもん。ウミガメが卵を産むと散々に上がってくるんだよね。あ、この島にも、うん、それはカメから見ればここは本当に
楽園だよ、ほら人が僕らしくおらんからね。いやとんでもないね、今か 僕はそれとてもできんね。ああそれでね、そのさ浮かしてね、海に流れ着いて海に向かってわーっと小さいこれからの亀がね行くのを見てるからさ、そんなもう鳥肌立つほどその生きるっていうことの執念で海に向かっていくね、亀の団体見るとね。僕は今前も何回も言うようにその自然に従って生きてるからさ、それは仕方ないとして生きていった。ただ僕は生意気に聞こえるかもしれんけど、人間に合わさんけど自然には従う、これが僕の今の信念ね。もう自然には完全に従って合わせていく、人間に合わさない。まあ、ここにおること自身が社会風刺の表れでもあるんだけどさ、それを言葉で表すとね、要するにまあこんなことを言ったって分かってもらえんだけど、今の日本はダメ。もう先は見え、もう随分前から先見てたもん、もうダメだ。それでここに来る理由、その中の一つがね、ゴミを、ゴミね、ゴミそのものはまあここも流れてて、ここは少ない方だろう、その人工のゴミね。ね、ひどいだろうとも、あのゴミをもう、まあ、ゴミやなとか、まあ、ゴミを捨てる人間性が嫌なんです、自分勝手ね、みんな勝手だわ、自分のことだけ考えてる、企業もそうだろう、企業も従業員のことよりも、自分の会社の上部の人が金儲けするぐらいでね、みんなそう、みんな勝手、自分勝手。ここにおって自然に人を合わすというような気持ちが芽生えてくれればね、もっと安い日本になるんだろうと。もしそのラジオで世界が何か変わったら、もう戻ることは考えられたりします？ない、どんなこと、世界が変わろうが何が変わろうが、もうここは行こうか、うん、動かないじゃん、動きたくない、絶対こう死する、こんないいとこなんかもう多分ないよ。あの聞いた話ですけど、長崎さんはもうここで、この島で死ぬということを決めていらっしゃる。そうだよ。なぜここで死ぬことを決められたんでしょうか？だってここに、ここで死ぬしかないだろう。もうお墓に入りたいと思わんしね、兄弟に言ってるよ。死ぬのはここだって。人に迷惑をかけ、なるだけかけずに死にたいだね。だから病気と怪我にもなりたくないしね。自然に、まあどうせ死ぬのも近いからね、何年も先じゃないからさ、あ例えば台風かなんかで一気にやられてさ、もうそれは誰も文句言われんからね。いやだから今死に対しての恐怖感もないし、僕はこういう死ぬのが一番いいだろうね、一番似合ってるね。長崎さんがお亡くなりになった後、死後の世界とか第二の人生とかあると思いますか？No. もう死ほどすごいものはない、はい、死そのものにはもう完全に終わりね。だから死後の世界とかさ、だからもう一切それでもう人間助けない。時々ね、あの向こうの山の上とかね、山の上とかね、なんでその この僕を僕は見るわけだね。で、この現実の僕自身が遠くから見てね、したければしたいほどこの島にはまりはまってるわけだね。それが大きく見えたらさ、ちょっと自然に合ってない、なんだかしたいしたく見えたら、ああこの人に行ってくなと僕を見てね、それがそのぐらいの方がちょうどいい、この自然の中に生きている家においてね、でかい態度を取ったら、これ今に自然から力が出てるよっていう、自然に馴染んでないっていう、したければしたく見えるほど僕はこの自然に合っている。